はい、どうも、ヒチです。今回はノーキング、ノーキングダムやっていきます。さあ、このゲームは先月5月に、Steam グリーンライトに登録されていたものなんですが、そうです、6月に Steam グリーンライトが廃止されて、Steam ダイレクトっていうのになったんですよね。それでこのゲームどうなるかわかんないんですけど、別のページでね、体験版というか、デモ的なものを配信しているので、それやっていこうかなと思います。さあ、これ基本操作ですね。モード切り替えて、これ多分キングかな。人を動かしたりするモードと戦闘するモードに分かれているみたいな感じですね。で、タブで、何かを建設するとかいった感じかな。で、まあこれは王様になって軍隊を率いて、敵の軍勢を破るみたいなストラテジーゲームなんですよね。さあ、まず基本的なことなんですけど、まずこいつらを選んで木を切りますね。で、この残り2人の片方の一人で草をむしって、あ、全員行っちゃったね。じゃあ木ですね。で、こいつらね、このキャンプに運んでいきますね。で、ここにですね謎のものを持っている人いるんですけど、これは多分乗るんですよね。乗りましたね。これで多分こうでしょう。いけいけと。視点があれだからな。まあ、王ですからね。こういう視点じゃないと。ご苦労、ご苦労。木取る？木取れんの？こいつら。取れないか。完全に同様に2人裂いちゃってるね。さあ、1回やったらね、もう1回命令し直さないといけない系なんだね。あ、なるほど。こいつらはか。とりあえず木がね、50個ないと最初のね、建物作れないので、まあ、それを、待ちましょう。さあ、行くぞ。働いているかちゃんと見ておかないとな。拾い方があれ斬新だな。一回完全に足元まで落ちてるぞ。ちょっと周り見てくるか。あの山の上とか危険そうだな。早いな、これ。にしても早いな。あ、敵がいるね。これを最初の討伐目標として王国を築こう。このゲームの製品版が出るとかいう情報は全然ね、今のところ出てないんですけど、公式ツイッターなんて完全に止まってますし、どうなってるのか分かんないんですけど、このゲームはね、そうですね、まあ、Steam ダイレクトに登録されるかっていうところで決まってきそうだね。さあ、そうだね、まずタブキーでちょっと建設を見てみようかな。壁、木の壁とか畑、あと倉庫。あ、いいね、この城、城がありますね。マジックウェール、タワー、まあ見張り台みたいなものか。あと武器かな。これ多分王様自身の能力値だね。まずこの畑を作りたいんで、あと5個の木を。必要なので、あと1往復かな。あっちにもできるんだね。さあ、これ見た感じ、まあ体験版なんでなのか知らないけど、セーブなるものがないのでね。そうだね、今回のプレイで終わりになってしまうんだけど、まあ下の方にありますね、スチームグリーンライトとか表記がね。さあ、まずあれ、木とかの表記はどこ行ったんだ。あ、戻った戻った。これね、王様モードですね。お戦えると、この2人と王様どっちが強いのかっていうの気になるけどね。よし、さあ木、あ、もう80本もあるね。作りますか、畑ね。多分さ、
まあいいや、こいつが帰るときにやるか。多分これを建設させないといけないんだよね。一人でいいのかな？決めれ。さあ、二人は木だな。あ、上にゲージありますね。あれができたらってことか。ちょっともうちょっと人欲しいな。何で増やすんだろう。この辺か。肉20で、ウォーカー。30と木で、スピアーマンかな。あ、パラメーターも上げられると。あ、灰色だから雇えないのかと思ったけど、雇えましたね。ミスったな。よし、我がしもべよ。さあ、あ、木なくなったのか。ちょっとこの二人、新しく木をね、切ってもらって。行くぞ。まあ、キングたるものね、この上から降りられないと。これはどうしたらいいんだ？もう一回押せばいいのか？石とかも取るんだろうな。石、あー、ちらほらあるね。取れるのかっていう話になってくるよね。あ、畑一人でいいかな。うん、じゃあいつ追いかけよう。にしても早いな。あーあーおいおい、王様を木の上に置くんじゃないよ、本当に。びっくりするじゃないか。これをさ、取れるかどうかだよね。取れないんで、多分あれか。パラメーターが足りないんだな。よし、帰ろう。間違えた。さあ、もう一回中戻って。人雇えるね。肉ってなんか残しとかなくていいのかな。とりあえずこのマイニングだよね。あれマイニング、あれ関係ないんじゃないかな。かける2になってるからな。違うとこから人取ってくる説があるね。ちょっと見て回ってくるか。ん？石らしいものか。来たね。これ持つとかではないか。あれじゃないか。あれだね。行くぞ。危ない、怖いな。これか。いや、これは違うな。マークつくもので言うと、なんか作るのかな、別に。石はね、基本的にこうマークつかないから、取れないでしょうし、うん。どうしような、ちょっと一旦降りようかな。まあ、これ関係ないか。これは確か食べ物だと思うんだよね。あ、ご苦労。戻ろう一旦。さあ、まあちょっと人口増えてきたんでね、いい感じになってきたけども、ちょっとどこ行くんだ。ちょっとそんな方におっしゃっけ今。さあ、ちょっと遠回りしちゃったね。ビルドメニューからかな。それかスピアーマンで取る説もあるけど、どうだろうな。一旦なんかやってみよう。これじゃないかな。ストレージがまずいるとか。これストレージなんだよね、多分。ってことは、もうちょっと行って。
満タンとかじゃないよな。普通になんかないのかな。木しかないから何もあげられないんだよね。じゃあ畑の人員増やしましょう。あと人間別に無限に作っても良さそうなんで、どんどん作るか。さあ来たな。違うぞ。一緒に作ってこい。さあまずね、ここそういえば作ってないな。あ、雇いますか。じゃあこの石、これこっちのなんかね、こっち汚い方の石ころみたいな感じだと思うんだけど、綺麗な方の石ってどっから取ってくるんだろうな。とりあえず敵と戦うのもありだよね、全員連れて。今木しか取ってないからね。すごい作り方してるね。下から上げていく式。あ、いいね、どんどん作れるぞ。スピアマン1人作ってみよう。精鋭部隊だね。こいつ何できるかまず見てみよう。戦闘だけっていう感じじゃないと思うから。来たな。俺にこのついてくるとかないの。ちょっと石に押してみようか。あー、いや、もうないね。木は、木、あ、木は取れるんだね。帰ってこない。帰ってこない。帰ってきた。木に押してもそっちに向かう素振りはないな。戦闘用か。よし、こいつをもう一人作っていくか。こいつはマジ戦闘用か。畑とかにもやってみるか。うん、行く気はないな。うん、よし、じゃあ二人持って戦闘に行ってみよう。コントロール行くぞ。いいね、いいね、いいね。偵察だ。偵察行くぞ。なんだあれは、敵か。ちょっと待て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 。よし、分かった分かった。待て待て待て。いいいい。私じきじきに出向くとしよう。選んでから戦闘モード入って殺してもいけるか。よし。あ、切るとダメになっちゃうんだ。オッケーオッケー。ついてこい。行くぞ。予選雑魚だろ。あ、いけるいける、全然いける。よし、何も落とさないぞ。ここら辺の生存権を得たね。この木めっちゃ気になるな。とりあえず帰ろう。この二人先に帰そうか。ジョーはね、ちょっとお迎え待ちます。ご苦労。いやー、二人で勝てたな。全然強くないんだね、あれ。こっちか。ちょっとこの辺でいいよ。じゃあこの二人は見張りとして置いておこうかな。回復はできないのかな。どこ行った。なんかヒーリングとかあったよね。行こう。ん、待てよ。やることなくしてんじゃないですか。一人木一本でいいね。どうせやった後何もしなくなるんなら。畑がなくなってる。あ、なるほど。使い捨てなんだ、畑。
それはちょっと驚愕の事実だな。ちょ、畑を一気に作りましょう。なるほど、畑はいちいち作らないといけないんだね。木とか大丈夫なのか、木無限に生えてこないってなるとすぐね、素材がなくなりそうだね。こっち大丈夫か、一回返せないかな。ないか。まあこの辺にいてもらおう。さあ結構人増えてきたな。全くわからないものだらけだぞ。今木以外まともに取れてないですからね。こんだけだっけ。ヘルスプラスダメージプラスとか関係ないし、んー、でも上げられるものないですよね。この力を2倍にしたところって話になってくるから。あ、来た来た来た。あ、敵だ。まずいまずいまずい。敵が攻めてきたぞ。こいつは戦えるのか。なんかストレージ壊れたぞ。戦え戦え。一人死んでいる。まずいな、敵やっぱ攻めてくるんだね。ストレージが1個破壊されたような気がするね。あっちが大丈夫かな。ちょ、備え置いときましょう。備え。さあ、あのままじゃまずいですね。何か作りましょう。やはりこの木の壁、いや、この見張り台を置くのがよろしいかな。食料備蓄もちょっと今心配なので、畑をもう1個今のうちに作っときましょう。よしよし、木はね結構あるので、もう1個畑作ろうかな。何しよっかな。結構人足りないもんですね。まあストレージ壊れて何かあったっていうのはないからね、まあいいんですけど。さあそろそろ石見つけたいな。人の人数的に石取れんの、これ私じゃないかな、実は。とりあえずあそこまで行こう。あー、しまった。戦闘要員しかいない。まあ、いっか。あいつに攻撃だぞ、みんな。行くぞ。違う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 、あいつだ。もうちょっと左にそれてから行かないと。まずいまずい。よしよし、押した。おお、ほら、よし、王の前に倒れたな。ちょっと待てよ。危ない。こう右の方にある、あれは我が軍の目標じゃないか。
マジか。石は本当にどっから取れるんだ。でも今回のゲームプレイに石そんな必要ないんだよね。ないのかな。まあいいか。じゃあ敵の大将だけ討ち取りに行くぞ。待って。敵のキャンプがあるな。めちゃくちゃ敵いるな。かかった。分が悪いか。まずいな。逃げよう。シフトキーで走れるはずなんだ。ちょっと乗り物が欲しいね。来てるか。ちょっと味方の軍勢と合流しないとな。あいつ一人なら対応できるだろう。ちょ、村にいるね、あの仕事人たちでとりあえず対応しよう。敵だ、敵が来たぞ。よし、とりあえず一人叶うだろうか。結構でも強いからね。ダメだ。あそこでとどまってるね。よし、ちょっと味方の敵取りに行こう。こいつどうしよう。それだけ作っていけば多分勝てるな。そういう説があるね。ちょっとありったけ作って討伐に行こう。あの金色の木を完全に取りたいな。さっきは走れなかったからね。そこで負けてしまったけれども、今回準備もできているし、乗り物だけ失ったね。もう作れないのかな。ここにあるもので見るとないよね。この魔法のやつ1回しか取れてないよね、結果的に。あと4人か。なかなか時間かかるね。畑が、木がもうないな。ちょっと木取ってきてもらおう。あっちに行ったやつ殺されたんじゃないか。ちょっとあっちの様子見に行こう。全軍を率いて行くぞ。来てるか。難しいな。多分後ろにいると反応がないんだろうね。すごく難しいな。多分こうやってばらけさせて、ここで多分反応する。よし、まずあの遠く彼方に見える敵に攻撃マークつけてから走り出そう。おおに続け。戦闘モードだ。みんなの足の速さに下がりすぎじゃないか。全然ついてきてないな。行くぞ。惜しかった。オッケー。やはりか。俺
俺問題があるな。みんな来たね。さっきの味方の敵討ちに行こう。問題はすげえ押しづらいことかな。一回これ押し直すと消えちゃわないか。あと一人か。よし行こう。んー、こっちじゃないな。まずあいつだ。あれ、あの上のやつが石じゃないか。いや、変わりないか。じゃあ上制圧しよう。まず行くぞ行くぞ。止まることを知らないぞ我が軍は。もし石取れるんならマーク出るから、それでちょっと把握しよう。攻撃しないでおくか。ちょっと攻撃すると一時切れちゃうんだよね、この目標というかターゲットがね。あ、見つけた。よし、資材植えたぞ。植えちょっと制圧しておきましょう。行くぞ。案外ちょろいもんだね。よし、石取れるんならここをちょっと拠点に改築しよう。敵発見。敵ちょっと村に向かっている様子。じゃあ王はまず村に帰ろう。王だけ村に帰って兵力を集めてくるので、あいつらで戦ってきてもらえますか。まずい、間に合うかな。頼んだぞみんな。頼んだ。みんな敵勢だ。みんなここの拠点捨てようかな。立地が悪くない？普通に石もないし。ここで一旦軍勢を編成して敵に備えよう。畑はできたか。はい、作って。勝ったのか分からん。あれ味方しかいないよね。ちょっといいや、兵連れて行ってこよう。4人か。こっち見えやすくしてね。来てないよね。ちょ、ウォーカーも連れてきたいな。お前残れ。一人でいいかな。なんか本拠地でしか作れないから人はね。それ考えるとあれか、上で石作るの結構めんどくさいか。お、さすが我が軍じゃないですか。2人残して勝ったようだね。上の兵は取れてるから、じゃあこの6人をこの辺に置いとくか。もうちょっと置くかな。よし、これを最前線防衛部隊に任命しよう。で、上の石取ったんならばこれが作れるようになるんだよね。石が、石で城がね。これ作りたいからちょっと行ってこよう。だ、問題はこちら画面外で作業するときサボるんだよね。魔法の木といいサボっちゃうから、そこだけ怖いな。もうちょっとウォーカー作っていこう。来い。多分あっちも湧かないと思う。一回倒したら湧かない説があるけど、あの敵のキャンプがあるからそっから敵が来るので、壁作る方間違えたね。ちょっと壁ももう一回作って、防衛も築きたいな。もしこれセーブできないからね、ちょっと、一気にやらないといけないか。
さあ、開拓する3人を率いていきましょう。4人か、4人だね。行くぞ。上大丈夫と踏んでいくんで、ちょっと兵を持ってかないけど、大丈夫かな。さっきそういえば敵4人で攻めてきてたよね。次6人かな。2人だったのが次の日増えてたからね。ここに倉庫作ればいいんでしょ、普通に。全然作ってないし、一気に取ろうか。やれやれやれー。もうできるんじゃない？早いね。よし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 。二人ここね。もう二人が押せないな。まあいいや。あれ？まずい。こいつら押せないんだけど。回り込んだ。ラッできたね。倉庫に結構な判定があるんだね。こうやらないといけないか。さてさて、4人じゃきついな。ちょっと人呼んでこようかな。おお、走らすぎじゃない。なんか敵の積みを、敵勢動きなしか。とりあえずここまでにしようかな、今回はね。次回進めて、城とか作ったやつは攻め滅ぼしたら体験版クリアってことで終わりにしようかな。さあ、これが製品版出るのかわからないですけど、多分これはまあ体験版用のマップなんですよね、これが。製品版が出てなんかもっとね、マップが毎回変わるようなゲーム性になったら多分面白いね。ということで、じゃあ次回お会いしましょう。